これより第2クォーターに入ります。大阪電気通信大学、今度は画面向かって右から左に攻める方向に変わります。ボールオンは自陣30ヤードからセカンドダウン10。ナイスラン、ファーストダウン。ランニングバック2番ハンドオフを託され中央突破、相手ディフェンスの隙間を縫うように右オープンに駆け上がり攻撃権更新です。大阪電気通信大学ファーストダウン。見事なランプレーを決めましたのは大阪電通の2番シャノー。このシャノーのランにより大阪電通相手陣34ヤードに入りました。ファーストダウン15のシチュエーションに入ります。さあ再び中央へのランプレーを展開します。今度はキャリア変わりまして33番、同じく中央突破果たし約5ヤードのゲインとしています。33番は青木です。大阪電通相手陣29ヤードからセカンドダウン10。再びランニングバック33番ハンドオフ託され中央突破、相手タックルを弾き飛ばし大きく前進、ファーストダウン。キャリア33番は青木です。大阪電通これにより相手陣13ヤードの地点に入りましてファーストダウン2ゴールになります。エンドゾーンまで残り13ヤード。タッチダウン。しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しています。オフェンスの反則です。大阪電通先ほどのプレーで後ろからブロックしました。アメリカンフットボールは背後からブロックしてはいけません。この結果先ほどのタッチダウン無効となりまして、大阪電通相手陣10ヤードからファーストダウンやり直しとなります。先ほどはクォーターバック82番からランニングバック33番への見事なタッチダウンパスでしたが、このプレーは無効となりました。したがって大阪電通相手陣10ヤードからファーストダウン2ゴールの状況に入ります。さあ中央へのランプレーでこの距離を詰めていきます。キャリア81番ハンドオフを託され約1ヤードのゲインを果たしています。キャリア81番は山本。大阪電通、相手陣9ヤードからセカンドダウン2ゴール。パス不成功。ここでクォーターバックは82番プレーアクションからワイドレシーバーに入った81倍のロングパス。しかしこれを天理大学ディフェンスが踏ん張りましてパス不成功にしています。攻撃が1つ喪失し、大阪電気通信大学サードダウンの状況に入ります。大阪電気通信大学、相手陣9ヤードからサードダウン2ゴール。タッチダウン。ここで大阪電通トリックプレー、一旦ランニング枠に渡してからクォーターバックに戻し、そこから投げるというフリーフリッカーを展開しようとしました。しかしここでターゲットが見つからず、急遽クォーターバック82番スクランブル、緊急発進のランプレーを決め、左オープンを駆け上がりエンドゾーンに入りタッチダウンとしました。大阪電気通信大学6点獲得。そしてトライフォーポイント、タッチダウンの後のワンプレーに挑みます。プレー成功、1点追加。大阪電気通信大学、ここでランプレーを展開しました。キャリア33番、相手ディフェンスを見て左オープンに駆け上がり、そのままエンドゾーンに入り1点追加としました。これにより得点は大阪電気通信大学13点、天理大学12点となりました。ここでウォーターブレイクです。ここで、ウォーターブレイク解けまして試合再開となります。先ほど得点を挙げた大阪電気通信大学のキックオフで試合再開です。キッカーは82番が務めます。さあ天理大学、今度はリターンに入りました。このリターナー11番が踏ん張りまして、自陣28ヤード地点までリターンいたしました。リターンしたのはリターナー11番木村でした。天理大学、自陣28ヤードからファーストダウン15。パス成功。ここでテニダ学、まずパスプレーから入りました。これをワイドレシーバー21番カバーされながら見事にキャッチし、約12ヤードのゲインとしています。パスを取りました21番は有田、失礼しました、ゲイン約7ヤードに訂正します。天理大学、自陣38ヤードからセカンドダウン、セカンドダウン6。パス成功、ナイスキャッチ。天理大学ファーストダウン。再びパスプレーで同じく21番、今度はショートしたボールを自ら飛び込み、このパスを成功としました。ナイスキャッチにより攻撃権更新です。天理大学ファーストダウン。ワイドレシーバー21番有田、ここで素晴らしい仕事を見せます。天理大学相手陣26ヤードからファーストダウン15。タッチダウン。ここで天理大学再びワイドレシーバー21番有田へパスを投じました。これを取りました有田、見事に相手ディフェンスをかわし、そのままエンドゾーンに駆け上がってタッチダウン。天理大学6点獲得。しかしここでイエローフラッグ、反則が出ております。反則がディフェンス側である大阪電気通信大学にありましたが、しかしこれを天理大取りません。先ほどのプレーを有効としタッチダウンとしました。これにより天理大学に正式に6点が入ります。天理大学18点、大阪電気通信大学13点。そして天理大学トライ4ポイントに挑みます。パス成功、6点止まり。天理大学18点、大阪電気通信大学13点。先ほど得点を挙げた天理大学のキックオフで試合再開になります。キックオフは天理大学1番が務めます。失礼しました。キックオフキッカーはラインの選手が務めるようです。さあここをスクイブキック、ゴロキックで返します。これにより大阪電気通信大学、大きなリターンはできず、大阪電気通信大陣26ヤードからの攻撃と変わります。大阪電気通信大学、自陣26ヤードからファーストダウン15。パス成功。ナイスプレー、ファースター。クォーターバック82番プレーアクションから一旦は最初のターゲットに投げようとしましたが見事にカバーされ、パスをターゲット探しながらワイドレシターゲット56番に見事にパスを通しまして攻撃権更新としました。大阪電気通信大学ファースター。相手陣29ヤードから大阪電気通信大学ファーストダウン15の状況に入ります。プレーが成功しているため時計が回り続けます。さあここで再びビッグプレーを狙います。パス不成功。これは天理大学見事なディフェンスでした。クォーターバック82番再びフリーフリッカーランニングバックに託した後に一旦戻してそこからロングパスを投じるというスペシャルプレーを展開しようとしましたが、これをディフェンスが見事に猛追、そして投じられたパスを見事にパスカットしパス不成功としています。大阪電気通信大学相手陣29ヤードからセカンドダウン15。さあここで中央へのランプレーを挟みます。しかしこれも天理大学見事にカバーしゲイン約2ヤードにとどめています。ここでホイッスル。ここで大阪電気通信大学前半1回目のタイムアウトを取ります。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることが許されています。この6人制も同様のタイムアウトが与えられています。大阪電気通信大学前半1回目のタイムアウトを使いました。ボールオンは相手陣28ヤード。大阪電気通信大学ファーストサードダウン14の状況に挑みます。パス不成功。クォーターバック82番プレーアクションから再びパスを投じようとしましたがターゲット33番カバーされておりパス不成功に終わりました。フォースダウンとなります。大阪電気通信大学フォースダウン14プレーを選択します。フォースダウンギャンブル、4回目に攻撃を行うことをギャンブルと称します。さあこれ決まるでしょうか。さあ正攻法のランプレーを展開しようとキャリア12番に託しました。しかしこれは天理大学見事にカバーし攻撃権更新には至っておりません。4回目の攻撃失敗となりますので攻守交代です。ターンオーバー。これにより攻撃権は天理大学に変わります。天理大学自陣28ヤードの地点からファーストダウン15。しかし後半残り時間ほとんどありません。この時間内に得点を挙げられるかどうかが重要になります。パス成功。クォーターバック11番プレッシャー浴びながらターゲット65番にパスを通し攻撃権更新にはなりました。しかしここで前半の時間がなくなりました。前半終了となりまして、天理大学18点大阪電気通信大学13点という形でハーフタイムに入りまして、後半戦の作戦タイムとなります。